次にリターンダッシュリターンダッシュに入っていきたいと思いますそっち側はサーブでこっち側はリターンダッシュにいきますね次にリターンはポジションを前にして最初はボディに打ってボレーを左側に打ってポイントを取ろうとすること前に入っていってポジションですねコースに応じたポジションをついていくと そういうふういふなな練習が必要になっています、OK、ビターのときにもストレートに打ったときにはポジションがちょっと右目ですねクロスに打ったときには左側に遠いですけれども左側についていくとこのポジションの変化にもしっかりと注意しながら練習していくといいですねポジションがすごくいいです左側についてました スマッシュも右側に打っていくとこういったところが練習として必要です。 で、リターンの時には場所が変えられますので、このリターンの時に自分はどこの場所で打とうかなっていうところもすごく大事になってきます。相手がサーブった時に時間を変化させるためにどこの場所で打とうかなっていうのもイメージしながら、ちょっと前目で今打ちましたね。前目で打ってストレートに打ってきました。もう一回お願いします。どこの場所で打とうかな。どこの場所で打てるかな。そこを常にイメージしながら、ちょっと後ろ目で行ってリターンダッシュをしてきました。 相手も意表を突かれましたね後ろで打ってリターン出ししてきたので意表を突かれた状況になっています前目ですスライスでちょっと回転をかけて出ようとしましたね今のもナイスストライクですちょっとタイミングを早くして左側に打って右に打っていくとこういう風に リターンからどういう風な打点で打ってどっちのコース打ってどういう風にポジションについて時間を奪っていくのかそしてどういう風に配球もしていくのか相手,を相手の時間をどういう風に奪っていくのかっていうところを想定しながらこのリターンダッシュっていうものも練習していってください。